少林寺拳法部です。今日はステージでどのようなことをされましたか？主に大会で使った演舞と、この文化祭用で考えた、寸劇を含む術科の解説です。この部活でまだ少数でやっていますけど、日々楽しく練習をしていますので、ぜひ新入生の方々、興味を持ってくださった方々は、ぜひ部活に来て一緒に修練に励んでほしいです。